はい、どうもこんにちは。最近嘘話作りに凝ってまして、決めの一言を言いたいがために前後の話をでっち上げるという遊びなんですけれども、例えばこんな感じです。お値段以上でおなじみ家具とインテリアの大型販売店ニトリで値下げセールが始まりましてね。でこっから先は全部嘘なんですけども、友達の家具の買い物に付き合わされましてね。で一日中ニトリの店内を上から下まで行ったり来たり、今度は買ったものを車に積んで家まで運んでやって、でどうにか終わったと思ったら今度は組み立てを手伝えと言われまして、だから言ってやりましたよ。もうこっちはクタクタだ、疲れたから酒でも飲ませろと。ニトリの後はサントリーだろってね。この話はニトリの後はサントリーって言いたかっただけなんですけども、まあ全部嘘で。ちなみにその友達の名前は服部って言いましてね、鳥取出身でおっとりした性格のやつなんですけれども、ただそんなやついないんでね、嘘だから。はい、まあこんな感じです。こちらからは以上です。それでは。